おはようございます。本日はですね、マルハン蒲田駅東店さんに再び寝台の力で来てるんですけども、パチスロ無理無理、バンドリー4台、仕置き人2台、計合わせて6台しかないのでさすがに無理ですというわけで、パチンコの寝台も結構入ってますので、そっち狙いで行こうかな。大好きなからくりサーカスおはようございます。おはようございます。すごいサーカスって書いてある。どれにしようかな。跳ね返り狙いか昨日調子いいやつのどっちがいいんですかね。パチンコって関係ないと思うけど全然関係ないと思うけどマジで、これにします。本日はからくりサーカス2魔王バージョンを打ちたいと思います。寝台入って2日目のパチンコです。それでは行きたいと思います。からくりサーカス魔王バージョン行きます。この台ですね、大当たり確率約399分の1とで、当たったら 52% でラッシュなんですけど、そのラッシュ、なんとラッキートリガーです。必ずなんでもうラッシュはラッキートリガーしかないですね。でラッシュ入ったら継続が約 80% と、まあ、右打ち中のラッシュの確率が78分の1なんで、まあ、ST タイプですね。なので、まあ、399なんで本当当たりは、まあ、普通の319とかよりは重い昔のマックスぐらいの確率なんで、ちょっと私で当てられるか不安ではございますが、当たるまでやる、当たるまでやるよ。一応カスタムできるんですけど、私は先読みチャンスだけ入れてます。で先読みチャンス入れると、何パーだっけな、先読みチャンス入れると信頼度 45% ですね。で占有率 80% なんで、まあ大体先読み絡むかなって感じです。当たるとき注目演出が激赤から、前回のパチンコもありましたよね。と、これが来たら7割超え、なるみクラッシュってやつが6割超え、デモン解放予告が7割、あとはなるみ SP 共闘ルートが8割オーバーと、まあまあなんか大体7割前後ぐらいかな、なんか期待度高いやつ来たら多分次映るときは先読みだからなんもないね私パチンコって何の説明すればいいのかよくわかんない。だってさ、いつも思うんですけど、信頼度ってあくまでも信頼度でしょって感じなんですよ。だってへそに入った瞬間に当たるか外れるか決まってんだから出たチャージ、チャージが当たりました出ました、チャージが当たりましたね。はい、まあ誰もが喜ばしくないチャージです。ごくごく本当にまれにラッシュ入るんでしょうけど、まあほぼないだろうね。カウンターリセットされちゃったな。150何回転ぐらいでチャージが当たりまして、300発増えましたまあこの台時短ないんですよ。ラッシュ取れなかった場合、チャージいらないからラッシュつけれない、時短つけれないんですかねいつもそういうの思っちゃう。無理だからこうなんだろうけどね。でこの台大当たり確率は 199.9 分の1なんですね。だからブガルボロイ確率が 399.9 分の1だ。チャージ結構引いちゃう系です多分、うん、P 機と E 機での違いがそこみたいなんで、お、初めての先読み来た。カスタム入れてから初めてのデヒデヒ保留自体は 4.2% なんで全く熱くないんですけど、一応先読みカスタム入れてるんで先読み自体の期待度は 45%。 穴開けられましたフェイスレスさん、あ、いきなり戦うの？止まればか、はい、赤いよ。はい、当たりました。当たってびっくりしてる。4大演出とか何もなかったんで、うーんって思ってたんですけど、ねえ、何にも調べてないリーチでしたね。フェイスレス SP リーチってやつですね。あ、はい、まあ4ブガーだ。でこっから、52% でラッシュなんですけど、それが取れるかどうかですね。とりあえず1200発はもらえます。いや、ラッシュやりたいな。超デモンラッシュに突入しとけ。上にペッペッ、ああそうですか。もうないよね、もうないね。はい、突入しない。すごいシュールな演出やな、そこ無慈悲だよね。399、約400分の1当てて時短もなんもないんだよ。特大チャージあっさり当たりました。勝利を祈って、あ、ちょ一回当てたし、カスタム変えてみるか。出現したらラッシュ突入濃厚になるカスタムですね。で裏ボタンもあって、これを引くと、まあ、V コントローラー、このレバーで必勝を祈って告知させることもできると。先読みレバブル、ここですね。121回転目。レバブルの色は白なんで、あ、78% です。全然緑。分解できません最後分解できてません。さすがにこっから発展するでしょう。もうなんか、はい、あんまり私は許さない。金ピカがいいな。押す。ああ、金ピカ。金ピカがいいな。じゃあ金ピカ。エピソードリーチいった時点で8割超えですね。一番熱いのだと9割超えてるけど、これは 80% のエピソードで、さすがにいただいてると思います。はい、ただ必勝を祈っては出てないはい、まあ、占有率2割だからな。さあ、2回目の初当たり図柄ぞろいいただきました。ここで変わることはあんまりないと思うんだよな、うん、多分ね。次はマジで 51% の方を取っててほしい。総投資19本です。追加投資してましたんで。突入するよ。突入する。突入するんだよ。突入してくれ。重い初当たり当ててんだから突入してくれ。いや、なんでなんでなん、そんなにそっち引かないって。あ、無慈悲そっか、突入しないか。特大チャージ2回目でしたね。昨日からの履歴とんでもなくないですか。まあ、チャージも含まれてるとはいえ大変なことになってますよ。まあ、もしかしたらラッシュ単発だったかもしれないか。おお、先読んでる。私今真夜中のサーカス調べてて、フラッシュ紫、あ、信頼度 44% あったのかとか思ってたら先読んでました。これちっちゃい方のぜひぜひ保留かな。あ、大きくなったんかなこれで。いや、大きくはないか。サーカスが止まりましたね。今のところ2の2で先を見当たってるんですよね。さすがにそろそろ外しそうな気がするけど。倍ってほどでかくもないんです。ぜひ保留大だと期待度 50% あるんですよね。またか、お主またか。で、紫に変わって、紫なんで 48% です。赤保留になれば、まあ、7割オーバーで熱いんですけど、どう？おお、いった。出た、レモンレモン解放。熱いですね。解放あったんで、これはおい、よし決めた。初当たりだけは取れてます。74回転再び当たりました。持ち球で当選です。3度目の正直って言いますもんね。まあ2度あることは3度あるとも言いますけど、突入してくれ。突入フルでお願いします。いや嘘でしょ、嘘だねえ、嘘だよ。そんなに振り分け負けるかねえ。特大チャージ3回目。あ、チャージと変わんないんだよな。あーマジか、ちょっと悪い方に全部転んじゃってるな。初当たりだけいいのは、おお当たった。めっちゃレバブルしてた。なんで？あー久しぶりにチャージきた。おお当たりましたー。チャージ後11回転でマジで言ってる？マジで言ってるね。マジで言ってる？本当にあらそう。私初当たり5回引いて全部そっち？あ、そうですか。それはちょっとさすがの水木さんも無理なんじゃないですかね。お。ただこれな、もう保留なくなったところの一発目で入っちゃったから分かんないな、当該か先読みか。一応保留ピカピカしてますけど。で、ギリさんまで行きますね。さっき見たな。さっき全く同じの見たな。すごい全く一緒だけど保留が紫になったってとこだけ違うね。あでもタイトルはそのまんま、保留は巻きたいと5割ぐらいなんですけど。ああ全然見た、さっきも見た、ついさっき見た。7点敗なんだけど。うわっほっほっ7点敗ってさすがに7点敗ですよね。何を言ってんだ7しかないよ、7しかない。このまま当たるやつ、びっくり大当たりしかもラッシュです。やっと6回目の初当たりにてやっと取ることができました。総投資45本です。嬉しい、やっとラッシュできる。そんなびっくり大当たりあるんだ、あのキャラリーチで。73つあったもんね。おすすめでやります、一発目なんで。だっておすすめって書いてあるから会長、いる会長デーモンラッシュでも入った時点でもうラッキートリガーですと、継続率は約 80% の SP になっております。で、大当たり確率は約 78分の1ぐらいですね、ざっくり。で、振り分けが約 50% がいい方、約 50% が、当たりだけどちょっとしょっぱい方、そのしょっぱい方のうちの 50% のうちの 10% がリセットですね。 ST リセットしますよ。で、50% でいい、3000発以上の取れるので、当てれれば結構、135回転で78分の1なんでね、引けないときは結構引けないと思う。引きます、やっと入ったんで。にゃーいいよ、おいし、やっとリーチ。お、なるほど、準備完了。 70% ですって。 70% はいけるんじゃないの。はい、よし、よかった、駆け抜けなくてよかった。そうです、右打ち中当たったら打ちっぱなしの方がいいみたいです。パンクしやすいね。はい、お、強め、いいね。準備完了。ダメか、4500かの2択。4500取れました。ほら、超が多くなります。よし、でマックス7500まで振り分けあるんで、これ4500から7500っていう方の4500の方ですね。約 17% で取れるんですけど、マックスここの振り分けだとマックス7500まであったんで、4500が一番最低ライン。なんだろうね、三強の台のレインボーってすごい綺麗でね、意味わかんないレインボーだもんな綺麗すぎて。歯車がもう綺麗ですね。もうね、画面全部がレインボーだね。いいレインボーしてるんだよな。になった。お、5発で決める手だ。わ、全部6か。おお、取れた。いや、1個だ。5ラインの全部取れたら7500のやつなんですけどね。おすすめだと多分4種類のリーチがランダムに発生するから、多分おすすめが一番いろいろ見れますね。お、なるみ歩いてる。これは強いですよ。よしよしよし。1500ばっか取っちゃってる。あ、続くことが大事なんです、ね。5発が一番ワクワクするもん。さあ、ということで1万発は超えてくれました。頼む、リーチになってくれ。あと1回当たれば持ち玉が1万発超えるんだよね。頼む、あと1回当てさせてくれ。1万200玉で終了です。いやでも最後にラッシュ見れたんでね、ほんと7500発できれば見たかったですけど、まあそれは強欲だね。それ言ったら強欲ですね。よかったです。今日は一生ラッシュ入んないんじゃないかって思ってたんで、最後無事ラッシュいけてよかったです。9510玉回収でこちらで終わりたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日はですね、あまりにも番号が悪くパチスロの方が取れなかったので、いいカラクリサーカス2魔王バージョン、はい、打たせていただきまして、私普段パチンコ打たないので、なんだろう、パチンコを評価できるほどの人間じゃないんですね。評価とか偉そうなことはできないというか、本当にパチンコに関しては初心者中の初心者みたいなもんなんで、本当にパチスロしか打たないんで、本当稀に、ごく稀にスロット取れなくてパチンコ打つっていうことがあるぐらいで、まあ、月の割合で言ったらほぼ打たない。収支の方はですね、45本投資の9510玉回収なので、ざっくり1740玉マイナスで終了でございます。まあ、負けたけど面白かったです。最後ラッシュ入ったんで、まあ、最近の台って先バレが多いなと私もまあたまに打つパチンコで感じておりまして、カラクリ2に関しては先バレないんですよ。で、ほんとユニコーンの一番最初のパチンコみたいな感じかな、先読みチャンスを入れることができて、で先読みチャンス、確かユニコーンの初期って 50% とか 40%、4割とか5割、4割ぐらいかで、まあ来たらそこそこ期待できる。だからその演出バランスに関してはすごく私の好きなタイプではあるなと非常に思いました。先読みチャンスで 45% で、なんと今日先読み来たやつ全部当たりました。だから本当に 45% 来たいと思ってるから、先読みチャンス入れるだけで来ただけで、ただでさえ割とシンプルだから何も起きないんですよ。で来たら来たで、まあ、期待できるし結構熱いし、でも外れても 45% なんて、まあ、クソまではいかないさからすごいちょうどいいなっていう、本当ユニコーンの時みたいな。で保留変換もね、赤だったら7割超えてるとか、その辺もユニコーンも赤だと 50% 超えでしたもんね。紫は激寒だけどみたいな。もうなんかバランスかなんかユニコーンと似てるなーって感じで、私は結構好みの台でした。はい、ここだけもうちょっと、ここ個人的にですよ、個人的にこうしてくれたらもっとこう「あー」とか「やったー」とかなったなーっていうのは、突破するしないするしないですねいや、あれはあれでちょっとアホっぽくていいなとも思うんですけど、よりもやっぱからくりってアホっぽさよりかっこよさのが勝つ台だと私は思ってるので、まあ、スロットのからくり好きすぎてめちゃくちゃ打ってるんで、まあ、からくりってやっぱかっこいいし音気持ちいいしみたいな台なんで、ここは運命の一撃風にしてくれたらもっとこう「あー!」ってなったのになっていう、ただそれだけです個人的な感想です。はい、まあ、バランスはとてもいい台なんじゃないかなと思います。アホっぽさはさておき、まあ、後悔心残りでた超からくりサッカスフィーバーが見れなかったとこですねまあまあいろんな熱い演出もいろいろ見れたんで、はい、また私はあの台は打ちたいなと思う機種です、ところですね。はい、本当はバンドリ仕置き人どちらか打ちたかったんですけど、またどっかの機会でその辺は打ちたいと思います。それでは最後まで見ていただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。